工場。はい、おはようございます。今からですね、五条大橋、要は六条川原の方に、石田三成が、処刑されたところです。では行きます。はい、五条大橋ですね。まあ、こんな感じですね。はい、でここ五条大橋ね、おそらくちょっとどこかわかんないんですけど、まあこの辺りで石田、西軍のね、石田三成、暗黒JK、小西行長が、ここで打ち首になります。扇塚の木。はい、こんな感じですね。ここが三成の、処刑場所ですね。それで、1600年の、関ヶ原の戦いで、その関ヶ原の、ね、合戦に参加した西軍 の、その石田三成、あとは小西行長、ね、暗黒JK、この3人ですね、3人が捕らえられて、要は京都中を市中回しさせられるんですね。京都中をこう縄で、ね、結ばされてこう歩かされるんですね。ほんでここにたどり着いて、ここで、処刑ですね。それでその首を、まあ、向こうの六条、三条大橋の方に持ってきて、晒し首に、ね、なったということですね。すごく今は本当、ね、のどかで、ね、のどかなんですけど、まあ、当時、戦国時代はもうここはね、まあ、本当、石田三成だけじゃなくて、ここはいろんな有名な人が、ね、処刑、斬首されてますね。ここは公園になってますね。こんな感じです、ね、さあ次に行きます。それではですね、京都五条大橋、五条大橋から京都駅までちょっと歩いてみたいと思いますね。あ、すごいですね。こういうのね。セミがすごい。わあ、本当京都らしいですね、こういうのね。いいですね、結構。はい、ここ五条通り。川原通りです。よし。やっぱ平日の朝なんで、ちょっと車もね、サラリーマンとかの方も結構多いですね。ね。朝9時からですよ。9時からだ。入れないですね。いや、よし。京都駅向かっちゃおう。よし。よしよし。これは京都タワーですね。もうすぐ京都駅です。さあ京都タワーが見えてきました。京都駅です。お、餃子の行商、餃子じゃねえ、餃子の王将ね、餃子の王将。よしね、烏丸七条。
このマイバラエティーですね。